そんなこんなで、ちょっと今週、先週、うん、来週あたりはあれになると思います。不定期更新になりそうです。ふと耳を澄ませばスノーの声が聞こえるような気がした。でもここで私たちが出会ったのはスノーではなくて、私たちの他に誰かいるの？クポ、声がいっぱい聞こえるクポ。なんか珍獣な感じがするけど、いや、あれがなくない？支えているクリスタルなくなっちゃってない？アフターズフォール400年、この時代では落ちちゃったのかな、クリスタル。そういうこと？これ今、マップと立つと89か。俺どこ行けてないんだろう、ここ。時代によって行ける行けないがきっとあると思うから、この時代では行けないのかな。入り組んでる場合、上下で交差してる場合とかがサンデスとか特にあるから。プリンか。さっき聞こえたのは、この子たちの声クポ。ここは幼いプリンが集まる場所らしいクポ。まるでプリンの学校だね。平和なもんだ。そうでもないクポ。話を聞くと他の子供たちが迷子になって帰ってこないと言ってるクポ。そうなんだ。ノエル、迷子を助けてあげない？子供だけど魔物だぞ。俺って魔物を狩るハンターなんだけど。今回だけは迷子ハンターってことでどう？強引。まあいいけどさ。ノエルは女の子に頼まれると断れないタイプと見た。プリンの子供たちが迷子になっている。了解、頑張りましょう。これ戦闘にならないんだね。あのさ、つい先日自分伸び肌の、おお、別の敵が出てきた。でっかいプリンだ。つい先日伸び肌のね、病院編をやったんだよ。伸び肌3の、そこの敵がプリンだったんだよ。めっちゃ似てるんだよ。そのせいでちょっとなんか変な感じするよ。あ、例えばこれノーマルモードなってるな、思えば。ちょっと、裏で戦ってるときはね、ノーマルでやってるんだけどね。実況中にノーマルモードでやるとちょっと時間食うんで、イージーでいっちゃいましょう。牛しくぽ、なんかある。お願い、くぽ。なんかある。奇跡、ラピスラズリー。今度は迷わずに帰るクポ。あ、道を作ってあげたのかな。あ、そういうフラグメント返しもある。おお、敵結構出てくるな。泥多忙。あ、今度は泥、これ泥なのか。あんまり害がない感じするな、見た目で。イージーでちゃちゃっと終わらせます。多分10秒もかかってないよね、イージーだったら。これどうなってんの？これ先行けるよね。あ、これか。この脚力ですよ。マリオもびっくりだろうな。マリオもびっくりだよ。スーパーマリオくんもびっくりですよ。探す旅？プリンを探す。話聞いててパラドックスに迷い込んだのかなっていう感じも見受けられたっていうかしたんだけど。これここ来る意味なかったか、まさか。あ、でもなんかプリン1匹いる。あ、いや1匹どころじゃない、いっぱいいる。お願い。あ、なんか変なのいる。何あの影は。また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 、よいしょ。これ分かったぞ、どういうことか。この迷ってるプリンたちを集めて、その中心にいるあの影みたいなやつをモーグリで出してあげれば、多分フラグメントだね、回収だね。そしてプラス、そういうことだと思います。さっきのキセキラピスラズリー、多分あの影があったんだろう、気づかぬうちに。どこにいる？中心だな。あー、プリンが邪魔で。
ちょっと先回りした状態で。OK。今度は成績、コスモオーラ。また一匹、おちびさんを見つけたくぽ。今度どっから帰るか分かんなくなった。戦闘せずに逃げれそうな気がする。追っかけてこないから。一匹来てたか。ダメだな。なら先生取る。ジーリッハ。イージーモード楽でいいわ。このクリスタルポイントが大量に余ってて、動画中でやろうと思ったんだけど、どうしても雑魚戦がめんどくさくなっ てフラグ戦のフラグメントは回収の時にあげちゃったんだよ。冒頭この動画1個前ぐらいかなで紹介してるんだけど、このアタッカーがノエルは99でセラはブラスターが99なんだけど、これになった瞬間ノーマルでも簡単に倒せるようになった。相当成長進めるみたいだね。30から99とかになったの一気にね。溜め込んでたやつを使ったんだけど、相当楽になりますんで、皆さんももし溜め込んでるようだったら上げてみてください。かなり戦闘楽になりますよ。特にセラのブラスターより多分ノエルのアタックが効いてるんだと思う。そんな感じがする。ダメージ量見てると。出ました。スターアクション。ナイスジャンプ。いるから。敵が出てきちゃったね。よいしょ。プリー、プリー。あ、なんか3体いる、今回。もういいよ、先制取りやすいもん。あ、間違えた、間違えた、間違えた。どこだったかな、どこを歩いてる、あれだ、あれはデイジータワーだったっけな。デイジーじゃない。デイジーは姫だ。ビルジー、違うな、それは遺跡だ。あれなんだっけ。あ、いるね。よろ。ビルジー遺跡じゃなくて、なんだ、アガスティータワー。アガスティータワーだったかな。あ、影だったのはちっこいやつだったのか。そういうことか。アガスティタワーをぐるぐる回ってる時が、やっぱりめんどくさかったね。先制取りづらいんだよ。セラが歩いてるところに、モンスターが出てくるから、それがめんどくさかったです。実況中も相当邪魔されたもんね、雑魚戦に。あ、今回も乗るんだな、主。暗いからよくわかんないけど、アイテムがあれば回収したい。あ、あそこにプリンいるじゃん。お願い。ダメダメポポ。まあここはいないと信じたい。っていうかこの獣道はさ、多分主に乗らないと進めないようになってるはずだから。言うてそんなことないのかな。こりゃ、関係ない。プリンのとこ投げてみたけど関係なさそうだね。セラも鬼だよな、可愛い顔して。ちょっと楽しくなってきた。失礼しました。はい、行きましょう。よいしょ。この3列の BGM いいよね。自分かなり好き、3列の BGM。どこにいる？影が見えないですね。ということはここにはいないってことでいいのかな？あ、いや、また。こっちに道がある。ここだ、多分。言うていないか。モグリは反応してるんだけどな。いた、なんか見えないけど。モグリ。お、オッケー。
カーネリアンなんて石俺知らないぞ。お礼に宝物をあげるって言ってるクポ。マジで？ありがとう。あ、それがフラグメントだった。それともこの下になんかある。結構ね、えぐい角度でね、物が落ちてるんだよ。裏で回収することになったけど、いろんなところえぐいんだわ。またそんな死角にあるのみたいな。いよいよクポ。お、よいしょ。ん、この先に行けない、行かせてくれない。ということはこれより手前にまだいるってことか。あ、もう一個道なかった。そこ分かれ道じゃなかった。こっちが主だから。そうだよね、こっちこっち。あ、よかった、まだあった。あ、宝箱行って、あ、この辺だな多分。あ、いた。超そばにいた。化石？セレスタイン？聞いたことないな、そんな宝石。今度は迷わずに帰るクポ。お、揃った。臭い。可愛いのか可愛くないのかよくわかんないけど、可愛くはないな。コクーンの柱が大変クポ。おちびさんたちがいたずらしてるクポ。あ、落ちてないんだね。ただのいたずらでも、あれだけの数が集まったら。クリスタルも無事じゃ済まないな。手伝ったんだから。これ届く？普通に取れたかな。よいしょ。素晴らしい脚力。そうか、普通にクリスタルはあったか。そっか、見てる場所が悪かったか。いずれこやつらが完熟台を、あ、いや違う、アフターザフォール400だから、もう昔の話だから。まだプリンがいっぱいいたわけなんで、先に倒す。こいつらなんか溶かす能力があるらしいですね。伸びはざの方もクリーンはそういうタイプだったよ。3タイプだった。3がどうのこうのとか言って言ってた言ってた。勝負するのかな、それとも。お、やっぱりまあそういう流れだよね。助けたプリンたちが、違うんかい、戦闘するんか。てっきり助けたプリンたちがあれしてくれるんだと思った。アサルト、やっぱ EG モードはいいな、楽で早えなクリア。あ、間違えた。トライディーザスター、もう全然ブレイクしきる前に倒せちゃってますもんね。でもこれはノーマルでやった方が良かったかもな。大量に物がゲットできたかも。そしたら元気があり余ってるな。まったくもう、こらみんないい加減にしなさい。これ以上悪い子にすると先生本当怒るよ。どうなの、お返事しなさい。説教通じないだろう。ここ意外と通じてるかも。もうしませんって言ってるクポ。通じた。先生が怖いから二度としません。ごめんなさい。だってクポ約束だからね。ほら帰りなさい。そういえばセラは旅に出る前、村の子たちの先生だった。普段は誰より優しいが、悪さをすると誰より厳しい、そんな先生だったろうな。それにしてもさっきの雷は迫力あったな。
さすがライトニングの妹だよ。ライトニングだけに雷ってことですか。なるほどね。普段優しい人が怒るから意味があるんですよね。普段から怖いとそもそも悪さはしないんだろうけどね。到達度、お、100% なってる。よし。全ステージで到達度を 100% にしなきゃいけないらしいんだよ、どうやら。そういうミッションがあるらしくてさ。逃げる。